よし。おお元気。サゴシスター。どうもサゴシスターです。さて今日はですね、とある河川にエントリーしております。今日はね、ナイトリバーシーバスです。まあ、明暗とかね絡むようなポイントじゃないので、ちょっと暗くて見づらくて申し訳ないんですけど、初場所の開拓も兼ねてるんで、まあ釣れたらラッキー程度でやっていけたらなと思います。今日はね夕方に大雨が降ったんで、河川の状況がね良くなってるかなと思って来てみたんですけど、思いのほか増水してませんね。ちょっと濁りが入ったぐらいなもんで、あんまり状況はいいとは言えないですね。とりあえずねリップレスミのテロテロくん 75F で探っていきたいと思います。虫がね飛んでるのはこの時期仕方ないと思うんですけど、鼻の中に入ってくるのは勘弁してほしいな。ということでちょっと赤に切り替えます。見づらくなりますけどね。スイングウォブラー 85S。 ダメですね。一通り試したけど気配が感じられないので移動です。ガボッツ2投目でした。お、これはよいしょ。なるほど。うわ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 、壊れる壊れる、ルアーが壊れるよ。しょ、うわすげえパワー。はい、これはマナマズですね。でかいな。うわ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 、すげえパワー。よいしょ、ナマズゲットです。シーバスかと思ったんですけどね、ナマズちゃんでした。結構大きそうなんで一応ちょっと測ってみましょう。下顎で合わせて57ぐらいですね。はい、ありがとうございます。じゃあ逃がしてあげましょう。よいしょ。いやいや、さすが川ですね。下道でナマズちゃんが
混ざり始めました。結構ね、一時期ベイトタックルの練習がてらね、ナマズを釣りたくて何度かデイゲームで出撃したことはあるんですが、一回も釣ったことないんですよね。狙って釣ろうとすると釣れないくせに、シーバスの下道で簡単に釣れちゃうと。うわー、出たよ。びっくり。いやー、出ましたけど、シーバスなのかナマズなのか分かりませんでしたね。どっちだろう。エラー洗いがいられませんね。これはまたしても生ちゃんの可能性が。あ、やばいやばいやばい。おお、結構強いな。よいしょ。おいおいおい。あ、まだついてるついてる。うわ、虫。うい。やはり。よいしょ。よいしょ。ふう。うわ、来た。うわ、元気だな、おい。はい、またしてもガボッツでナマズゲットです。ちょっとサイズ落ちたかな。うん、そうですね、54センチぐらいかな。はい、リリースリリース、ありがとうございます。よいしょ。またしてもナマズちゃんゲットですね。なんかね、シーバスっぽい捕食音がたまに聞こえるんですよ。なんかあのスリッパで叩いたようなパーンと音が時々聞こえるんで、多分いるとは思うんですけど、とにかくナマズの反応がいいですね。うおー、今出たな。後半のやば。うわ、暴れた。追い食いでしたね、今。2回バイトがあった。面白い。
ッケー。おお元気。これはどっち？よいしょ。お、殺せ。おいや。ふう。ナマズしか釣れねえな。うわ。はい。オッケー。またしてもガボッツでナマズゲットです。サイズ落ちたけど太いね。本当に太い。この子は45ぐらい。はい。じゃあリリースしましょう。ありがとう。またしてもね、ナマズくんでした。シーバス釣ろうとしてんのにナマズしか来ませんね。ナマズを釣りに来たのかシーバスを釣りに来たのかわかんないですね。もうっていうかこれどうなんだろう。トップばっか投げてるからナマズが来るんですかね。ちょっとミノーとか投げてシーバスが来ないかどうか試してみましょう。はい、じゃあミノ投げてみましょう。リップレスですけどね。テロテロくん 75F。 これでナマズが来たらもう諦めます。なるほどね。めちゃくちゃ浅いなここ。ってことは水面直下。はい、じゃあカゲロウ行ってみましょう。 124F。これなら探れるんじゃないか。反応なくなりましたね。もう一回ガボッツ入れてみましょう。